まだよ、覆面パーティーしてたからね。ね、誰から誰が誰か分からない。すぐ分かる。これもう、はい、今日はすごくアクティブな感じで、もう9時なので、もうあの録画を始めていますので、はい。え、もう出てくるんですか？はい、ちょっと見てみてください。コミュニティ参加をするんですか？はい、ちょっと。パスワード言うたらね。この間の、普通に。あ、普通に参加するか。はい。ユミさんの電波も撮ってる。あ、おもじゃー。おもじゃー。あ、ちょっとここ気持ち悪いね。あちょっと前のが、ちょっと前のが、うん、わ、気持ち悪い。おもじゃー。おもじゃー。いつも何秒か前の。すごい不思議。すげえ。じゃあもう9時になったんで始めますか。はい。はい。もうフランクな感じでずっと回りますので遠慮なくやってください。え、9時になって始まったら、はい、うん、あっち見とったらちょっと大きい。はい、じゃあ皆さん、ね、皆さん始めますよ。はい、乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ついに見たいけど、俺全然今日は、皆さんこんばんは。うわー、今日は第289回、生アットマーク広島のアクティブリングです。クイーンまさみの身の丈ライフ講座ということで、場所が、クリスメイドファクトリーにお邪魔しています。はい、もうみんなこんな感じでやってますけど、あの居酒屋ですか？はい、居酒屋です。居酒屋です。居酒屋です。そうですね。はい。縫製工場です。そう、縫製工場ですよね。はい、そうです。そうなんです。縫製工場この。じゃあ一応ちょっと縫製工場という感じをちょっと見せてもいいですか？あ、そうですね。これは大丈夫ですか？あ、大丈夫です。じゃあ。この辺あ、全然この辺映してもらって大丈夫ですか？はい。はい。はい、ミシンが、あの専門のミシンがあったり、いろいろして、いろいろして、はい、こんな感じで、うん、すごい素晴らしいんですけど、うん、ここが宴会場です。宴会場です。いつもあのビールのサーバーとかもあるんですか？そうそうそう。いつもビールのサーバーもある。そうですね、サーバーも設置します。時の場合によっては。そうです、そうです。なんか一番そういうっぽかったのが、年末、年末だったりとか、うん、この間の春のね、お花見の時とか、お花見の時とか、ね、出ますね、うん、サーバーが。あそこにあの桜がある。桜が本当だ。残骸がみんなでこれをめでて。ええ、そうです、そうです。なるほどね。そうです、そうです、そうです。そうですね、そうです。縫製工場の新たな可能性を。ここにこれだけ人がたくさん来ると。そうですね。で、はい、そう、ここを主催している、はい、はい、クリスです。はい、クリスさんです。なんか紛らわしいですよね、クリスさんとクリスさん。あ、そう、そうだよね。クリクリですね。もともとは違う名前を出して、お互いそうもそう、ね、違う名前だったんですけど、高校の時の同級生、同級生です。高校の時はでもね、さっきも話してたんだけど、あの友達がもう一人ここにあのいまして、ゆかちゃん見てるかな、見てるかな、そう、ゆかちゃん、ゆかちゃんにもこの講座出ていただいたことあるんですけど、ゆかも出てる。で、ゆかで、そうですね。そうなんで、なので高校の時はあのほぼ喋ったことがない。でもあいるみたいな感じの。あ、はたさん。そうそう。旧姓、またリスト出しちゃうぐらいの関係してですね。今こうなって、大人になると何があるかわからないですね。なれるっていうので、はい、この縫製工場を立ち上げた。はい。で、今運営していらっしゃる。そうです。はい。ということで、私、すごいって思ったんですよ。ありがとうございます。だって、まあ、その前に、まあ、もともと、
全身は、あのパタンナーさんであり、そしていろんなものを塗って、塗ってね、であと、教えてらっしゃるんですよね、うん、そのね、はい、あの作ることを教えていて、普段先生ってまた呼ばれているようなこう小さい生徒、生徒ちっちゃくもないか、あの生徒さんたちがいっぱいいて教えてもらって、ね、はいはい、でそういうことをしつつ、何年前でしたっけ、ラインっていうお店を。ラインはですね、3年前ですね、ちょうどこの春の4月で丸3年を迎えて、今4年目に入ったので、3年前に東雲の方に、そういう雑貨屋さんと、ちょっと自分の工房的な感じのところのお店を開いて、それも3年、それを続けつつ、そうですね、で去年の8月にここをオープンしたって感じ、グリスメイドファクトリーをオープン、はい、しました。その話を聞いたけど、本当すごいな。郊外にあって、ね、ちょっと薄暗くて、まあ、薄暗いのは何でかって言ったら、太陽の日が入ったら物が焼けるから薄暗いんですけど、そうそう、薄暗くて、で、まあ、周りに何もなくてっていうところが多いんですけど、やっぱりそういうところに就職した卒業生がね、帰ってくる、その帰ってくるその一番の理由が、周りに面白いことが何もないっていう、切実な、やっぱり切実な生活をしていくわけですからね、そこで、そしたらもう本当に家と工場の往復の間にコンビニすらないと、そういう、そうそうそう、やっぱり厳しい、やっぱ縫製工場、今までの縫製工場ってやっぱ大きい縫製工場が基本だから、まあ年に20人、30人いらっしゃって、でそこでね、物をどんどん作っていくっていう、自分が何を作ってるのかが分からないけど、どうにか縫っていくっていうような状態のもので、縫うことがすごく好きな生徒たちが生活していくんですけど、やっぱりこう生活環境が面白くないと、ね、仕事がやっぱりそれに結びつかないっていうか、仕事に行ってもあんまり面白くない、ね、家に帰ってもすることもないしっていうふうになるとね、そういうことがあるよね。やっぱりあの本当にこう聞いてたらね、甘い考えなのかもしれないけど、でもやっぱり若い子にとってはね、自分らもそうですけど、やっぱりこう働く場所の環境っていうのはすごく大きく、まあ、毎日ですからね、毎日の、そうそう、毎日行くところだし、でそこがやっぱり友達とかに自慢できるところで、やっぱりこうちょっと綺麗なところに勤めてると、あの子行こうみたいな感じの、ちょっとこんな感じになるじゃん、若いちで、あ、なんかね、特にね、そう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 、ね、本当はそういう高専の仕事っていうのが好きなのに、田舎に住まなきゃいけない、郊外に住まなきゃいけないっていうのが、やっぱりちょっとね、家から帰るのもいいし、とかっていうのになってくると、じゃああんまり規模を大きくしなくていいから、街の方に人生のいいところで、環境が良くって、で、やっぱりこうちょっとこうリフレッシュできるような暮らしがあって、仕事もね、そう、街中なんで、本当にさっきもみんな話しとられたんだけど、まあ、新しいお店をしたよとか、あそこ来ないでねとか、本当にそういうことの生活で楽しみがありながら、でここで仕事もできると、そうそうそう、やっぱり作ってるものが流行っていうものを作ってるのに、流行を感じない空間で仕事をするっていうのはやっぱりなんかね、やっぱりこう世の中の動きが見えて、ね、やっぱりこう自分的にもこう気持ちがね、上がった状態で服作らないとやっぱりいいものはできないと思って、
すごく素敵なお話をねいただいてていいんですけど、はいはい、バックの方々がとても盛り上がってらっしゃるので、そのバックの方々をご紹介いただいたらどうでしょうか。皆さん、いろんな人さいよ。せっかくですのでね、皆さんも、はい、ご紹介なさったらどうでしょう。はい、紹介しましょう。一人一人。あ、本当に紹介します。紹介します。はい、まあ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 。まあまあ、長老からじゃないです。はい。私の趣味友達ですね。趣味友達の自己紹介。何？自己紹介。お久しぶりです。あ、元はちょっと初めてくらいだったんですけど。あれが来た。車やってます。ま、山本です。休みだな。仕事終わってもうしっかり紹介します。ありがとうございます。ありがとうございます。まさかこんなことしようみたいな。です。はい。ここで働いてます。一生懸命頑張って縫ってます。あ、ゆみさん、何も今日持ってきてないの？あ、何？持ってきてない。ハンコハンコ。ハンコないけど。あ、手紙なら。かわいい。あ、うずらそう。うやまるくんや。まあまあサイズというかなんかサイズ感が。今教室をされてるんですよね。消しゴムハンコ作ってます。あ、すごい。はい。そんなの作れます。すごい。すごい。ゆみちゃんかわいい。ただすいません。時差がありますのでね、あちらと。はい。本当だ。ご注文見ながらどうする。いいですね。いいですね。ありがとうございました。そんな感じです。はい。そしてこちらの方ですね。そしてそしていいですか。あ、いいですか。何を言ったらいいんでしょう。自己紹介。袋町の方で事務所をしてます。であの辺の、まあ、あの裏袋っていうんですけど、商店街で一応理事をしてます。あ、え、裏袋商店街の理事されてるんですか。あ、私ちょっと去年からチェックしてます。カーラバンも見てます。あ、ありがとうございます。この方が、あ、どうも。いえいえ、もう、もう、まあ、まあ、まあ、下っ端なんで、こう、使いっぱしりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そして、はい、かっこよくやっててください。近くのもさっき編み物の先生です。素敵。そうですね。途中なんですけど、途中のものわーやろうと思ってすっかりここでやる気がする。すごい。すごい。手編み。かわいい。聞いてみとくだけ。すごい。こっからすごいアセンコする。お名前を。お名前を。私よりその明るい光。あきみつさん、明るい光さん、珍しいですよね。ねえ。初めて聞いたお名前。今日はよろしくお願いします。じゃあ秋に展示会をされるので、はい、宮島の方で、はい、また後で詳しく伺います。今なんか後ろの方で美味しそうなものがどんどん空いてるんですけど。久美さん、これ私たち車があると思って、これありますんで、久美さんのやつ開けますね。じゃあこれ終わってから今開けましょうか。ありがとうございます。ああ。ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。皆さんどうぞよろしくお願いします。結構性能がいいので、ウェブカメラより断然こっちの方がよく映ります。しかも持ち運び便利なので、はい、機動力がすごいですよね。最近のね、携帯の
じゃあその縫製工場が、はい、居酒屋ついでにそのメニューをじゃあ今日はもう持ち寄りなので、生春巻きが、あ、これは皆さんの持ち寄りなんですね。持ち寄りですね。なんか豚の耳のようなものがあったり、あ、そうですね、料理とか、あ、なんか美味しそうなその巻き寿司が、巻き寿司、あ、とか体に良さそうなものなんかありますね、はい、ですね。なんか今日はこれはお酒も盛り上がりますね。まあ、街中だからこそみんなが集まりやすいっていうことね。ここすごい便利なとこですもんね。そうです、そうです、そうです。外から見た時にすごく目立つよね、うん、あれ、あの、この泣きながら貼ったね、はい、なんで泣いたんですか。それを教えてた。2人で貼ったんですけど上手に貼れなくて泣きそうになりながら、ね、A4 サイズのものの細切れなのみたいな。なるほど、近寄るとちょっとまずいかもしれない。細切れがね、これすごく外から見ると、うん、ここを表してて、そう、うん、思った以上に目立つんで、うん、すごい良かったな、すごい、すごい雰囲気いいなと思って、そんなに便利な場所だと思ってなくて、うん、着いた時に本当にここなのかな。ごめんなさい。そうです、皆さん言われますよ、言われます。工場だしね。便所がすごい渋いです。すごい紹介トイレも、まあ、トイレも紹介しますか。それいいですわ。本当、もともとすごく古い建物なので、昭和のね、本当に40年代の建物なので、だからいろんなところをきれいにちょっとずつちょっとずつするんですけど、裏はされてないからね。すごくトイレは昭和な香りがしますね。ね、でも、ラインも、そうです、そうです、そうです。古い、うん、マッチの、はい、そう、設備の、回収して、自分たちで、しかも、そうですね、回収して使ってるし、じゃあ、ここも古い、ね、そうですね、ここは、まあ、もともとここら辺まで綺麗にはなってたんですけど、やっぱ入った瞬間の匂いが、古い建物の匂いがしますからね。なるほどね。やっぱり違和感なく、入った瞬間にとっても、居心地はいい空間でしたね。街中だけど、街中の感じが全然しなくて、思った以上に静かだし、結構入ることで。そうね、入るしね。で、目の前に全部緑が、木が高い木が周りにあるから、目が緑がとても入ってくる。100メーター道路沿いなんですよ。そうです、場所は言ってないです。ここに通いたいの。ずーっとみたいな。だから、並木通りからずっとちょっと南へ下った、すぐですからね。そうですね。入ってすぐのすぐのところですね。おしゃれな、一番ホットな場所です。のまま、ね、に縫製工場っていうその意外性が、これね、あの日系、そうそう、日系さんにちゃんと出会っていただいたりとか、あ、そうそう、読みました、読みました。そうですね、一番その分かりやすいかなと思うんだけど、あの、生トマク広島マクシブリングのブログの方にもリンクが貼ってあって、まあ皆さんにそこ見ていただいたら、ここの、あの、成り立ちというか、そうですね、概要は分かる。はい、私、あの、ちょっと、あの最近忙しくて、あのサポートができてないので、これアーカイブは宣伝させてもらいますね。お金を使って、結構ね、あのフェイスブックとか結構あの役に立つんですよ。フェイスブックの宣伝を使い始めてるんですけど、結構ね、あの安くてすごくあの便利に使えるツールだってことに気づいて、はい、なのでこれはアーカイブを宣伝させてもらいますので、皆さん多分これ一過性だと思ってらっしゃると思うんですけど、これ残りますから。残ってあの Facebook 上で、あの、はい、あの見てくださいって。はい、で、あのユーストリームがちょっとあの便利になってきたがために、あの前だったら私5年間分ずっとアーカイブがユーストリーム上にあったんですけど、去年の10月ぐらいに突然あのお知らせが来て。